よろしくお願いします。はい、水口です。おはようございます。今日はですね、福岡博多港、博多港東船だまり、博多港東船だまりからヒラマサ釣りに行くために船に乗ったところですね。今日はですね、アマゾンにかつて一昨年一緒に今年か今年行ったアマゾンね。今年の1月行ったメンバーで、はい、プロカメラの岡本です。岡本さんです。こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日はこのプロカメラが乗ってるので、僕はカメラは持ってきてないです。本当持ってきてないの？持ってきてない。宿にある。あ、宿じゃあもう僕はちょっと、はい、今日バリバリ。もうプロに任せよう。はい。撮ってきます。よろしくお願いします。頑張りましょう。ペルー人です。ペルー人います。いつものペルー。アンデスから来たもん。コンドルは飛んでいくが得意です。はい、釣り具屋の店員です。アマゾンは未経験ですけど、はい、アマゾン行った方がいいよ。はい、そうですね、ぜひ機会があれば、はい、で、釣れたすごいな。そうですけどね、ちっちゃい湖行けば、可能性が、飛べば可能性がある。なるほどね。ちなみに魚釣りのムービーは撮ってません。今回のヒラマサ釣りは僕もね、オフショアの道具持ってかなかった。実はみんながヒラマサのトップをやってる様子を見れればいいなと。であとは今年の1月にアマゾンに一緒に行った子たちとみんなで会おうと、まあ、ミーティングみたいなもんですね。で、まあ僕はオフショアのその準備をする時間がなかったっていうのもあり、タイカブラを持って行って横でずっとカブラとかタイラバとかね、
インチクとか落としてる感じですね。メタルジグですら落としてるという感じですね、はい。で、まあ今日特にネタはないですけど、道具カバンがおかげさまでほぼ完売しましたね。あと残ってるだけというか数個らしいです、うん。あと何個なんですかね、5個は切ってると思うんですけど、うん。でね、問い合わせがある話で言うとこの道具カバン、これね、道具カバンと同じレザーで作ったお財布があるんですよ。で、その話を、まあ、この間の、この間のライブとか、まあ、他の動画でもちょこっとこうお話していたかと思うんですけど、うん、難しいね、ピントがね、で、中はカードが、これ見えちゃってる、カードが8枚入るようになってます。これ大丈夫かな、こんな感じね、今6枚しか入ってませんけど、でここに、ほんと難しいね、ほんとね、ピンとこい、ピンとこないね、はい、ピンとあった、ここに紙幣が入るようになっているというお財布です。で、実はまあここにね、ここにも入るようになっていて、こっち側に2つ、手前にね、このカード類とか何か細かい書類だとかが入るいう感じですね。で、このお財布の特徴は、まあ道具カバンのプライマリーモデル、道具カバン PM と同じ、もうイタリアンレザーで作っているということだけではなくて、この収納力なのに小さいっていうことですね。うん、僕がね、普段使っているお財布が、こっちなんですよ。これもね、出てこないね。来た。すぐ顔に。はい。これが、同じイタリアンレザー、イタリアのブランドのボッテガベネ。ボッテガベネガというブランドのお財布なんですけど、これがね、こっちはカードが、まあ、10枚入るんですけどね、非常に気に入っていて、今ちょっとメンテ中なんで、全部データ中に入っているものは出してるんですけど、顔にどうしても合うね、この辺で話した方がいいよね。で、サイズを比較すると、ね、これだけ違うんですよ、うん、ね。で、どうしてこれだけこの小さいサイズにしたかっていうと、デニムのポケットに入るようにしたかったんですね。この後ろポケットです。後ろポケットにこうスッと入るね。まあ、僕はもうこうお財布を、まあ、上着のポケットですら入れなくなった、ジーパンのポケットも入れることはほとんどなくなったんですけど、でもカバンを持たないで出かける時もあるし、例えばアウトドアに行ってこの
例えば僕だと常用してるのが銅カバンですけど、それを持っていかない時もあるわけですよ、まれに。そういう場合はこういうね、ジャケットのポケットに入れたりとかね、いろんなシチュエーションがあるんで、どこにでも入るお財布っていうのをこう作りたかったですね。このライトダウンの内ポケにもこうシュッと入るとね。でこの、まあ、定番ですね、男の子だったらここに入れることが多いと思うんですけど、このジーパンの後ろポケット、僕このここに若い頃はよく入れてましたけど、年齢を重ねるごとにここにお財布は入れなくなったんですけど、まだ入れる人もいると思って、このカジュアル感を出して作ったお財布ですね。ここからで、ロゴはもうシンプルにここだけジェットセッターとか入ってると、非常にシンプル、ただ皮が非常にいいと。あとはね、銅カバンのお知らせしたでしょ、うん、まあセーター類とかまた来週ぐらいからちょいちょい出てくるのでお楽しみに。でカメラの話題で言うと、今 Z7 で撮影してますけど、結局ね、今一番使ってるのはアルファ9です、うん、あのカメラの話ちょっとしましょうか。でカメラの話をすると、まずカードスロットが Z7 は1個しかないんですよ。で1個っていうのがこういいですよ、あの趣味で撮ってるぐらいだと。でも仕事で撮っててダブルスロットじゃないと、あデータがなくなったという時に即座にこうマガジンチェンジをできないというか、あのカードをねそのまま引き継ぐことができない。まあ α9 は引き継がないからカードをこうシュッシュッとこう入れ替えるだけですけども、 α7R3 だったら引き継ぎますからね。それが一つで、もう一つはアルファ9の場合、映ってるの？ね、こうやって映っていて、でここのファインダーのところにセンサーがあって、こうセンサーのところにこう目を当てた時にこのファインダーの中に液晶画面が変わるようになってるんですね。で Z7 の場合はその設定が、またこれ教えてもらうことになりそうですけど、ないような気がするんですよね。いや、こう変わるんですよ、同じように。で、α7R3 はこの音をかすか難しい、この液晶画面をこの少しでもこう起こしたりとかね、するとここのセンサーはもう反応しないですよ。要は液晶画面でだけで操作してますよと、機械が判断してこうね下に向けた場合、ここのセンサーを置かない。ただ Z7 はセンサーが働くからこうなっちゃうんですね。うん、だからね、こう動画の撮影してる時なんかはずっとここ、この大きな液晶画面の方をあの見せときたいのに消えることがあるんですよ、こうスッと。それであれあれあれってなることがある。まあスチールだとほとんどね、こうやってファインダーを覗くことが多いから問題ないんだけど、そこっすかね。であとはもう単純に僕がよく使うレンズがない。今 35mm のテイク2、実はさっきの動画
途中で勝手に切れてまして、謎の映像ストップ状態。この 4K で撮ってる時はモニターに撮影情報が映らないんですよ。この自分が見えるようにモニターがあるんですけど、止まったかどうかわからないんですね。見えるようにもできるかもしれませんけど、 HD で撮ってる時は見えるんだけど 4K だと見えない。で勝手に止まっていると。でバッテリーがなくなったわけでもなく、データがいっぱいになったわけでも、いやこんぐさいな、止まってたのでテイク2。だからね、そう、この Z7 は 35mm しかないんで、もっとね僕に使いやすい広角の 25mm よりも短いレンズが出るといいですね。しかも明るいやつで、標準ズームは24から 70mm のもの。とりあえずその2つっすかね。まあ70-200の望遠もあればいいですけど、まあ今のままだと、とりあえず広角があるとあちこちに僕持っていけるんで、広角常用なんですよ僕。普段このさっきの α9 につけているレンズも単焦点の 25mm ね、このレンズなので、そのあたりをつけてくれるともっとこう使っていけるかなという感じですね。まあ、問題はもうダブルスロットでないっていうのはもうどう変えようがないから、ファームアップデートしようがハード的な問題だから変えられないでしょ。そこはまあ次のモデルから変えるんでしょうね。シングルじゃやっぱりプロユースでは困りますもんね。センサーの問題ですね。被ってるな、この話。瞳 AF がついていない Z7 で、ソニーの方はついている。で今のところそのソニーの瞳 AF は人間の目、まあ、こう顔認識してここに目があるというふうに判断して、こう目にフォーカスを当てるんですね。今度は動物も合うらしいです。で動物は哺乳類と鳥類、残念ながら魚類には合わない自分で合わせるしかない。魚類は合わせるの難しいんじゃないですか。魚類、魚の顔って、まあ、正面から横からと違うから、かなり難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ分かんないですね。いつか魚類も合いますみたいなことをね、技術の進化はすごいので、ね、やってくる可能性もありますね。あとなんか他の話しましたけど、大した話ではないので今日はここまでということで、また明日から明日何しますかね。大抵ね、お昼過ぎぐらいに今日あれしようって思いついてやり始める感じ。 YouTuber ってみんなそうなんですかね。スケジュールなんて何も決まってなくて、大体まあ遠征行くときはまた別ですけど、毎日の動画、日常の動画だと、あ今日これしようかみたいな風にその日に考えるみたいな感じで進めてるので、明日は明日の風が吹きます。ということで。